こんにちは、プニプニジャパンです。今日はね、マスクを取る。ついにね、マスクを取りました。このマスクはね、なんかプニプニジャパンっぽいなと思ってつけてたんですけど、みんなからマスクを取れ、マスクを取れと言われたので取りました。これ気に入ってたんですよ、このマスク。このマスクね、ちょっと高いんだよ。まあいいや。というわけで、今日の漢字は取る。取るの書き順はこうです。今日の漢字は取る。例えばね、マスクを取るとか、なんだろう、パソコンを取るとかね。誰かがそこにいたら、ちょっとそこにあるパソコン取ってとか、ちょっとそこにあるリモコン取ってとかね、携帯電話取ってとかね、そういう使い方ができます。あとは鳥に取る県と書いて鳥取県。鳥取県という県が日本にあります。鳥取県、砂丘の有名なとこですね。鳥取県、ぜひ行ってみてください。あとはね、取材。取るに材料の材と書いて取材。取材、コレクティングザデータってことですね。例えば、今日は町の人たちを取材します。今日は町の人たちを取材します。あとはね、取るに得と書いて取得と読みます。取得、取得する。例えば、なんかゲームとかやってると、アイテムを取得しましたっていう言葉がよく出てきます。アイテムを取得する、取得する。あとは、取るに引くと書いて取引と読みます。取引、トレードのことですね。取引。ヤクザの映画とかビジネスのドラマとかを見てると、よく取引しましょう、取引しましょうとかいう言葉がね、よくあります。取引、取引する。That's it for today's lesson. よくできました。今日はね、初めてマスクを取ってレッスンしたんですけど、どうでしたか？このビデオがいいなと思ってくれた方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、もっともっと日本語を勉強したいという方は、私たちの日本語オンラインスクール、かけはし japan.com、 ぜひチェックしてみてください。初心者から上級者まで、どんなレベルの方たちでも教えてくれますので、ぜひチェックしてみてください。JLPT とか学校の宿題の手伝いとか、何でも OK です。ビジネスで使いたい日本語とか、何でも OK です。何でも教えてくれますので、ぜひチェックしてみてください。